さん、こんにちは。ピジマです。今回はですね、デボさんという方がね、解説してたんですけれども、こういうふうにグリフォンロールという、指輪を使ったですね、プチフラリッシュみたいなのがあるんですけれども、こちらを、解説したいと思います。大体何でもいいかもしれないですけど、こういうふうにね、石がついた指輪でも大丈夫ですし、何もついてない指輪とかでも、汗がでも大丈夫です。指輪によってやりやすい、やりにくいはあるかもしれないですけれども、とりあえずやり方を、解説していきたいと思います。それでは、Here we go。ぐるぐる。ぐるぐる。はい。はい。まずですね、最初に落としまくると思うので、手を添えてね、こうやってやった方がいいと思います。で、まずは、人差し指と親指でこのように持って、そして、このようにね、指輪を横にしてあげると。そして次に人差し指と中指でこう指輪を挟みます。そしてこの人差し指をですね、中指の方にこう当てるっていう、ちょっと移動させるっていう感じですね。そして親指を離して人差し指と中指で持ちます。そして人差し指の力を緩めて指輪を縦にします。そして中指の力を入れて今度は中指にこう移します。そして今度は薬指でこう挟んで、それの繰り返しですね。また中指をちょっと薬指に添えて、で人差し指を離すと。そして中指の力を緩めつつ薬指でこのように運ぶと。そして今度は小指を当てて、そして薬指を小指に当てつつ中指を離すと。そして最後は小指と薬指でこのようにやるという感じでございます。これを早くするっていうだけの技なんですけれども、慣れてきたら小指から今度は薬指に渡して中指、人差し指、親指と。こういう風にですね、徐々に渡していくっていう感じですね。転がしていくというよりは、倒して挟む。そして倒して挟む。という感じのやり方になります。これをね、早くするっていう感じでございますね。それが難しいんだけどね、最初はね。あと人によってなんですけれども、例えば石がついてる指輪ね、当たってやりづらいとかあるので、あとは指輪の重さとかもですね、自分のやりやすいやつを探してみてください。やり方としてはそれだけなんですけれども、最初はね、ゆっくりこのように渡していく練習をしてみてください。最初ね、指つるかもしれないですけれども。慣れてくると、このようにね、早くできるようになるので、ぜひ練習してみてください。やり方自体はね、とてもシンプルな技ですので、ね、どこにで行ってもね、一応できる技ではあるので、落とさないようにね、注意しながらですけれども、っていう感じでございます。ひゅいひゅい。はい。ひゅいひゅい。右手はできるんですけど、まだ左手がね、できないですね。初心に戻れるね。利き手じゃない方でやるとね。あとね、汗があるとね、滑ったりくっついたりとかね、結構やりづらさが変わるので、今の季節厳しいかもしれないね。トランプ以外でもやっぱり夏場は厳しいですな。はい。やばい。初心を思い出すぞ。危ない危ない。ちゃんとね、添えてあげましょう、手はね。落とすと指は傷ついちゃうからね。はい。こんな感じでございます。本当にこんなにぎこちない感じなのでね、最初は。ね、ただ慣れてくればできるようになりますんで、ね。ぜひ、頑張ってみてください。ということで、簡単にはなりましたけれども、グリフォンロールのご紹介でございました。ありがとうございます。くるくる。汗ですごい滑るね。危ない。おいっす。バイバイ。ウィーン。